もう1年目からこの格好でやってるんですけど、家の家業を継いだ時にどうせするんだったらやっぱ面白くしたいっていう思いが一番あって、やっぱ昔からその農業に対するイメージがあまりいいイメージがなくって、どうせだったらまあやっぱそういうイメージを自分が変えて楽しんでいきたいっていうことで、いろいろ考えた結果この姿でやってます。お米ってまあいろんな品種全国ある中で、品種によって例えばお米のこの全体の背の高さとかがまるっきり違ったりするんですよ。ちなみに僕ここの田んぼ作ってるのつや姫っていう品種なんですけど、この隣はコシヒカリっていう品種なんですね。でコシヒカリは丈がすごく長くなる品種なんですよ。で竹が長いと何が起こるかっていうと、ああいう感じで倒れちゃう、まあその倒伏っていうんですけど、倒れることを。どうしてもコシヒカリは竹が長くなる上に倒れやすい品種っていうことで、倒れてる田んぼとか見たことあるかもしれないんですけど、どうしても倒してるわけじゃないんですよ。倒れるっていうことはそれぐらいこう穂がいっぱいになってるっていうことなので、うちはつや姫はそんな倒れるほど肥料を入れてないので、どうしてもこう肥料を入れれば入れるほどお米の量自体は取れるんですけど、それと質が伴ってこないんですよ。人間でいうやっぱ食べ過ぎちゃうとこういろんな病気になったりだとか、こうメタボになっちゃったりして、どうしても健康体のお米ができづらいっていうのがあって、だからつや姫は味重視で量より質みたいな感じで、コシヒカリはある程度品質を保ちながらも量が取れる品種なので、そんな感じで作ってますね。乾燥機です。お米を乾燥させる機械になります。乾燥させた米を次の工程として、次もみすりという作業をするんですけれども、まあ現在は乾燥が仕上がったお米がまあこういった具合なんですね。まあもみをするのでもみすりという。でこれをこのもみの皮を剥いて玄米にするという作業になります。これは基本的に皮を剥く機械になります。でこれを流れてくると、まあ、こういった玄米、まあ、皆さんよく目にするこの辺から多分皆さんは目にする機会があるのかなっていうふうに。でこの状態だとまだ未成熟の、成熟しきってないお米も今混ざってる状態なので、でこれをさらに次の工程としてこっちの機械で選別をするっていう
ここから出てくるのが基本的には、出荷する一番いいお米、うん、一番米と言われる。でここから、跳ねた分をまたさらにこの機械でまた選別をする。でこっちに、まあ、中くらいのお米2番米と言われる2番目にいいお米で、こちらが最後に、まあ、くず米と言われる、まあ、主にもう出荷にも、まあ、主食用としては食べないようなお米ということで選別です。で見てもらうとよく分かりやすいと思うんですけど、これ1、2、3っていう感じで、これ1番、1番、真ん中が2番、で最後3番、くず米って言われて、大体この1番、2番までが、まあ、皆さん口にするお米になりますね。3番はどんな？3番はもう結構いろんな用途があるんですけど、例えば、まあ、あの家畜の餌になったりだとか。でもやっぱこういう風にして取ったお米は、はい、余すところなく、そうです、はい、基本的にお米ってもう捨てる部分がないって言われているので、切り取った藁、それも来年の肥料になるんですよ、土壌の養分として。だからまたその同じサイクルでお米を作るっていう。なんでもうお米は本当にもう1から10まで無駄にするところは一切ない。僕も一消費者としてお米を食べる身ではあるんですけれども、僕はやっぱり作る過程を知っていて、大変さだったりどうやってできているのかっていうのを知って食べるから、やっぱその味わいっていうのは違ったりするんですけれども、なかなかその一般の消費者っていう方にはそこまでお米のことっていうのはやっぱ認知されている方少ないと思うので、だからやっぱそういった面で知っていただけるのはすごく作る側としてはありがたいですね。いや、多分絶対違うと思いますよ。全部を知った上で食べるお米っていうのは、はい。